まんこの母ちゃんです。今日はポコちゃんの娘のあーちゃんと道路での持たせての練習の仕方を動画で撮っていこうかと思います。で、この暁はポコちゃんよりは割と猟犬気質が強くって、猫だとか鳥だとかお散歩中に見るとブワッと飛び出していっちゃうタイプなんですね。で、そういう時にリードが手からパッと離れてしまうと本当に危ないので、暁にも今一生懸命このお勉強を入れているちょうど最中です。で、道路で練習、公園で練習する時も本来はつけなきゃなんですけど、道路で練習する時はドッグライン以外で練習するときは必ずこの補助のロングリードをつけてあげてください。母ちゃんこれ今5メートルのリードをたすき掛けにしてここで持ってて、ここでちょっとくるくるくると、これ伸縮のフレキシリードでもできなくはないんですけれど、フレキシリードっていうのはずっとテンションがかかり続けているんで、犬がこのポトンと落ちたっていうのに気がつきにくいんですね。あき、落ちたよ、持たしてちゃんと、あーね、いい子ね。なので、フレキシリードでも練習はできるんですけれど、この全くテンションのない普通の長いロングリードの方がこの練習には向いていると思います。で、あーちゃん今あそこに鳥がいてすごく気になっちゃってるんだけど、あーちゃんこっちに行くよ。はい、行こう。はい、歩いて歩いて、あーちゃん。で、最初のうちは今父ちゃんが一緒なんで、あーちゃん父ちゃん大好きなんで、どうしてもそっちに注意がいっちゃうから、父ちゃん前歩いてくれるといいな後ろ歩きで撮ってくれるといいな大丈夫、これクッコか、あーちゃん、ね、で、最初のうちは今もあーちゃん前に行きたい行きたいになっちゃってるんだけど、最初のうちはこっちに注目しているときに、おやつ使いかな、おやつちょっと待ってね、おやつ使うダメだ、あやちゃん父ちゃん命だからな、ここなっちゃダメじゃん、あやちゃん降りて、あちゃん降りて、テーブルはダメだ、ダメだって、降りよ、おいちょっと待って、ね、一回降りたら OK なルールなの、はい降りて、もう一個降りて、こっちおいで、はい、父ちゃんよりおやつが好きだといいな、あちゃんおやつ持ってるからね。で、最初のうちはとにかく何回も成功させて覚えさせて、で戻っていったら楽しかった、持たせてをやったら楽しかったをの経験を積んでいってあげることが大事なので、最初のうちは犬が例えば名前を呼んでこっちを見てるとき、あちゃーん、あ、起きちゃった、持たせて、さあ、いいとねって、どっち持っていいのか分かりにくいな。で、持たせてくれたら、あちゃん、はい、本当はね、このおやつもね、持たせてくれたタイミングで渡したり、持たせてくれた瞬間にそうそうって皇帝のこの言葉でその行動自体を許可してあげるといいんですけれど、で、少しずつこうやって前に前に行っちゃおうとしている時に、あき離れた、持たせて、危ない危ない、あちゃん持たせて、そう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 、もっとちゃんと、動画になる、父ちゃんカメラマン失敗だったかもね、あーちゃんね、やってあげると、練習になると思います。ダメじゃん、もう